関係者によりますと、東北電力が小川原発で使用した核燃料を一時保管する貯蔵施設を敷地内に建設する方針を固め、明日県と石巻市小川町に申し入れることが分かりました。小川原発で使用した核燃料の多くは原子炉建屋内の燃料プールに貯めていますが、青森県6カ所村での再処理開始に目処が立たないため、今年9月に予定している 2号機の再稼働にに伴いい対策が必要になっていました。2号機の使用済み燃料を比較的余裕のある3号機の燃料プールに移す選択肢などと比較し貯蔵施設を敷地内に作る方針を固めたということです。